青森ポエム。今回ご紹介する夢に向かって笑顔で歩む人は、株式会社サステクの取締役藤村徹さん。高齢化や人手不足など現場が抱える課題を解決できると期待されるパワーアシストスーツの販売に取り組んでいます。サステクノは人間の動きを補助するパワーアシストスーツエアロバックの開発販売を行っています。人工筋肉というのが背中についてまして、その筋肉を使うことによって体を支える。で、装着も非常に簡単で、20キロのものを持った時に腰への負担というのを18キログラム軽減します。で、やっぱりその腰をケアすることで生涯働ける健康寿命というところも伸ばしていけると思いますので、使っていただきたいなと思っております。腰や腕など身体的負担が軽減されるため、力の弱い人でも効率よく作業ができます。高齢化や人手不足が叫ばれる昨今、労働現場においてパワーアシストスーツの市場規模は成長しています。僕らのような会社というのはアイデアがあってなんぼのような会社なので、会社の社内の雰囲気というのを非常に大事にしておりまして、いろんなミーティングもしょっちゅうやってるんですけども、固くならずにもう和気あいあいとやろうよという形でやっております。やっぱりベンチャー企業どこの企業もありきたりのことだとは思うんですけども、やっぱりそのビジネス展開していく上で知識が足りなかったりというのがありました。まず一番にお声掛けいただいたのが青森銀行さん。いろんなそのビジネスをこれから進めていく上でのアドバイスですね、経験者の方々とかいろんな方々からアドバイスいただいたので、今があるのかなと思います。やっぱり健康寿命ですね、健康寿命というところを伸ばせるようなものがあるんだよというものが少しずつ広がって、もう青森県メイドイン青森ですねというのを作っていければなと思っております。様々な用途が考えられるサステクノのパワーアシストスーツ、もしかするとこの商品は青森県の健康寿命を伸ばすかもしれません。おかげさまで140周年、青森銀行の提供でお送りしました。